ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア 1SO-03L ドコモスマートフォンエクスペリア 1SO-03L はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第4世代移動通信システム第3.9世代移動通信システム第3世代移動通信システム対応端末であるドコモスマートフォンの一つ本機種は エクスペリア1の日本国内ローカライズモデルであり、エクスペリアシリーズのフラッグシップモデルとなる。2019年夏の新商品の一つとして発売された。2019年6月14日発売。21、9比率の世界初 4K に HDR、大王 UKL キーディスプレイを搭載している。カメラでは、エクスペリア初のトリプルレンズカメラで、標準、望遠、 超広角に切り替えることができる。またスマートフォンとしては、世界初の瞳 AF に対応した。また、ラム容量に関しても、エクスペリア XZ3SO-01L の4イトから6イトに増強されている。ボディカラーには、パープルとブラックを用意するが、グローバルモデルには展開されているホワイトとグレーは、用意していない。ありがとうございます。